まあよくわかんないけど、まあ基本的に、まあ、適当にやってればいいんじゃないかな。まあそれか、まああまり考えないこととか、あ、朝ごはん食べてる時が一番幸せかな。あと車に乗って A23 で飛ばしてる時とか、ピアノ弾いてる時とか、まあ、多分ドーパミンとかセレトニンとかがたくさん出て、アルファアルファもいっぱい出て幸せなんじゃないかな。まあ、ダイエットしてるから夜は基本的に7時以降は食べないし、だから朝起きた時に体重測るんだけど、そこで昨日より体重が減ってて、それで昨日のご飯が消化されててお腹がちゃんと空いてて、そんな時に朝食としてフルーツを食べてる時が幸せかな。あとまあビッグイッシュ買ったりとか、なんか人にいいことしたりした時はちょっとほっこりするかもしれないけど、あとたまにロンドンに行ってなんかお金が十分あっていろいろお買い物しってる時とか、あとブライトンでブラブラして、まあ食事だよね、なんか日本食屋さんでご飯食べたりとか、アフタヌーンティーしたりとか、そういう時は最高だよね。まあでも実際よくわかんないし、朝もないし昼もないから。